炭酸水はないんだよね。あるけど冷えてないな。炭酸私あんま好きじゃないんだよね。だからこれ1でしょ。こんぐらいかな、1ってもっとかな。で、お水で。まあお水とか炭酸とかね。うん。少なくない？だって1対3だよ。1対3、こんなもんじゃない？結構入ってるよ。だってちょっと飲んでみる？あ、ちょうどいい。うん。ちょうどいい。美味しい。柚子うまい。あ、美味しい。すっきりしてていいね。いや、ちょうどさ、箱根でさ、パッと入った時にあったんだよ、この店。それで、試食で、なんかこんな紙パックにさ、ドリンクを持ってきてくれた、こういう感じで作ってあってさ。それ飲んだ時に、あ、飲みやすーっと思って。で、蜂蜜も入ってるから、ただの柚子プラス蜂蜜だから、体にいいかなと思ってさ。ねえ、喉とかにもいいじゃん、蜂蜜。うん。横浜にもお店あるの？ただ、ね、値段が高いんだよね。これで3000円ぐらいすんだよ。案件じゃないけど、美味しかったから普通に勧めてるだけ、みんなに。美味しい美味しい、私言ってたよね、あの時もね。ピーちゃんありがとう、センキュー。あ、これで1300円？この300ml？これ 300ml なんだよ。でもこんなあっという間に終わっちゃうよね。だって今1回でこんぐらい使っちゃったもんね。ほら。ね？ 1 回でこんぐらい使っちゃうかな。あ、そのまま飲んでもいいんだ。でも私はこのお水で割るのがお気に入ったかな。こうやって飲んでるけどね。うん。そう、蜂が今ね、少なくなってんね。蜂を駆除してんだよね。世の中は。蜂が少なくなってんだって。蜂を駆除しまくってて、蜂の数が少なくなってんね。これ絶対問題出てくるよね、この先ね。蜂が少なくなったんで、だって、花粉を運ぶ、あれがいなくなっちゃうし、花のね、受胎とかもあれだし。ね、他の植物とか咲かなくなっちゃうかもしんない。結構蜂って大事だよね。生態系崩れちゃうでしょ？猛暑だからいなくなってんの？でもさ、なんか都会に出てくる蜂が多くなった感じしない？こないだ私、だってみなとみらいの行ったらさ、蜂ブンブン飛んでたもんね。マジビビった。都会に進出してる感じよね、蜂が。田舎の蜂が少なくなって都会の方にいるみたいなさ。養鶏場があるの？1180円か。でも、蜂蜜はさ、体にいいんじゃない？うん。いいよね。
昔からね、変なジュース飲むよね、コーラとかさ。お前が紹介すると嘘に聞こえる？え、でも私まずいものは紹介しないよね。結構私的確に言う人だから、まずいもの美味しいと言わないしね。本当に美味しいものしか美味しいって言わない人だよ。気に入ったやつとかね。いや、通販の時はね、嘘をついてたけどね。売るためだからさ、あのね、仕事でやってたから、あれは。だから嫌だったんだよ、私はさ。ね、美味しくないものも美味しいって言わなきゃいけないし、良くないものもいいって言わなきゃいけないしね。うん。ただ今そういうのはやってないからね。うん。訴えられるぞって。だってさ、チュルちゃんとさ、一緒にさ、通販出た時に、チュルちゃんの顔もおかしかったもんね。なんか、バーベキューかなんかの肉1キロを紹介したんだよ、通販番組で。その肉がマジで、やばくて。チュルちゃんの顔も引きずってたからね。これはちょっとみたいなさ。ただ1キロで、ほら何千円とかのレベルなんだよ。あの、詰め合わせみたいな。まあ、そんぐらいかなみたいな匂いもあるし、ね、ゴムみたいな肉だしさ。まあ、安いなりに理由はあるんだろうな、みたいなさ。そうでしょ、あの、なんかお得パックとかあるじゃん。1キロお得パックの肉とかさ。バーベキュー用の肉だしね。うん。そう、分けありね。分けあり。いい言葉だよね、分けありってね。まずいものでも分けありってさ、つければさ、みんな買っちゃうんだからさ。でしょ？ねえ、まずいのに分けありって言うんだよ。ねえ、あの形が崩れてるとかさ。売れ残ってね、ボロボロになるに。分けありとか言ったりとかね。お邪魔したかな？あ、邪魔したかな？何が？なかなかいいもんね。まあ、これは普通に美味しい。だって有名だもんね、ここね。杉陽庭園って有名だよね。私も聞いたことあるもん。ここの蜂蜜有名だよね。なんか聞いたことあるわ、私。杉養蜂園って有名だよね。うん。そうそう、イオンとかにね、そう、スーパーとかに、なんか出張店とか出したりとかね。デパートとか。うん。観光地にもあるしね、箱根にもあるし。飲み干しちゃった。高いからする？でもこれ1000円だったな、もう。どこだろうね。普通に使ってれば1ヶ月ぐらい持つんじゃない？どうだろう。あ、やっぱり熊本の会社ね。私、だから、ひでママとさ、あれ行ったじゃん、旅行。その時にもこれ見たもんね。このお店。やっぱあっちの方だったんだね。そうだよ、そう。大分の時に、このお店あったもんね。うまいよね、普通に。そうそう、アップル&ハニーもあんねん。だからハニーは必ず入ってる感じ。ユズ、あとストロベリーハニー。でも人気があるのはユズと、ブルーベリーかな。人気があるの。うん。確かに私もなんか試飲したけど、一番美味しかったのがユズだもんね。ユズかブルーベリーって感じ。飲みやすいっていうのはね。舐めやすいっていうのかな。これ絶対金もらってない。いや、逆に金もらいたいよね。こんだけ宣伝してんだから。
全くね、そう YouTuber みたいに商品が届いたりとかさ、来ないんだよな。じゃない?ねえ。普通はさ、ただで来たりとかするじゃん、インフルエンサーだったらね。そうね、私で完売とかもあるもんね、何回もね、紹介してさ。そうじゃない?そんぐらいに売ってんのに、なんもないんすよ。欲しいぐらいだわ、ただで。うん。